大見ミエン道肖像写真大見ミエン道明治12年6月19日は、勤労家、文人。監視人のエマアマエは実定。本生は、下坂氏。名州修、字は京天。号は、エンジの道の他、都と、岩山氏。大見の人。大見国坂田郡中村の下坂高村祭の子として、生まれる。3歳の時に、 京都の役首相武田家の養子となる。安政二年に、第五家に仕えて功績が認められ、板倉政を賜り、筑前神に任ぜられる。合わせて、十六養生されている。勤能の志に厚く、七教授や天中組、長州藩などを資金援助。坂本龍馬、中岡慎太郎にも惜しみなく支援を行っている。勤門の変の後幕府に捕らえられ三年間獄中の、 身となる。後に謝面され、慶応4年3月に、大津裁判所参謀や、区内中六に任ぜられと、大見と改正した。しかし、新政府と意見が合わずすぐに辞任。明治3年には息を返上、炎樹堂を合し、多くの文人と交流して文画山前に暮らした。去年十八。炎寿堂は、柳川西岸について、漢詩を学び、書が、天国もよくした。 実定エマー前の編集した広告ンプに、円樹堂の時刻した陰影が多く掲載されている。丸山勝る海図録にも長見え戦茶を足しなんだ。坂本龍馬の誕生祝いに、円樹堂が自作して送ったと言われる、梅椿図は、坂本龍馬関係資料のうちの一点として、日本の重要文化財に指定されている。この掛け軸には、 大宮で龍馬と中岡慎太郎が暗殺された時の結婚が数箇所残されている。円樹堂は新種の貴重に富み、長崎からカメラを取り寄せ自ら撮影に取り組んだ。安政6年、円樹堂が撮影した旧挙堂七代目当主熊谷直隆の肖像は京都市最古の写真とされる。明治36年、正五位を追蔵された。 慶応3年10月11日、中岡慎太郎が金300両を借りた記録が、残っている板倉姓を返上後に、炎樹堂を号したことから、板倉炎樹堂の故障は、正しくない。明治8年、その年に没した、熊谷直隆の追善法要のために、京都東山演山にて開催された、千茶会に陳列された諸賀のズロクタジ左辺。 増衣所検伝増保番上特使増衣年表、P20。ありがとうございます。